見ろ。上場の出来だろ。頼まれていたものはできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。最終任務完了。アタノールを。お疲れさ。
上場の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。最終任務完了。よし、みんな課題は終わったね。明日からはいよいよ学園祭だ。はいはい、静かにして。今年のメインイベントはなんと学園オーダーウルトラ錬金クイズでしょ。あれや、もうバレバレか。ま、そういうことだ。参加希望者は2人1組で今日中に申し込むようにね。どうしようかな。面白そうだし出てみてもいいかな。だったら今日中に相手を探さないとね。うん、誰と行こうかな。今年のメインイベント、学園横断ウルトラ錬金クイズの開催です。ルールは至ってシンプル。これから出される錬金術に関わる3つの問題、その答えとなるものを学園中を巡って探してきていただきたい。ルールは普通のようだな。ライバルの妨害も横取りも自由。物さえ持ってくれば手段は問わない。そんな甘い話はないか。そして今回はなんと特別審査員としてこの方が来てくれた。御年108歳を迎える錬金術界の生き字引、ピエール・ゴメス先生。有名な人なのかな。そこそこな。実績はなく、ただ長命だというだけだが。先生、本日はよろしくお願いします。先生、返事をしてください。寝ていたが、なんだか向こう岸に綺麗な花畑が見えてな。いろんな意味で時間がないようなので、早速問題を発表します。最初の問題は、巨大魚の捕獲。上位10名にポイントが与えられます。
巨大魚？どこがクイズなのかしら。ふざけんな司会さん、金返せ。正式に物は投げないでください。先生、一言お願いします。釣りは錬金術に欠かせぬもの。一流の錬金術師は皆一流の釣り師でもある。まあ先生がそう言うなら。一言でみんなを黙らせるなんて。質問の答えにはなってないかな。では制限時間はこれより1時間。それまで魚を釣ってここに戻ってくること。それでは競技スタート。やれやれ、私たちも行くか。やはり奴らも参加しているな。ねえ、学園祭くらい普通に楽しまんの？ここで邪魔をせず、いつ邪魔をするんだ。無理して邪魔しなくてもいいじゃない。文句言わず来い。後で焼きそばおごってやるから。ああ、わたあめとりんご飴もいくらでも買ってやる。ほら行くぞ。遅かったな。待ちくたびれたぜ。あなたたちは。先輩、もう私たちの邪魔はしないでほしいのですが。最初はそのつもりだったが、釣りとなれば話は別だ。お釣り勝負って。俺も地元では釣り吉トニと呼ばれた男。卑怯な手を使わずとも勝ってみせる。僕は別に構いませんけど。待ってる間に釣り始めればいいのに。変なとこで律儀なんだから。うるさい。今回は正々堂々と勝負するんだ。あんた悪役向いてないわ。なんだと？もう怒らないでよ。褒めてあげてるのに。そうなのか。とにかく勝負だ。お絵面描かせてやるからな。私餌とか触りたくないな。なら黙って見てろ。俺一人で十分勝てる。騒ぐだけ騒いで行ってしまったな。釣り勝負って何をどう勝負するつもりなんだろう。私に聞くな。What?
まもなく開始より1時間。現在のトップは2年生のミハエル君。これを破る生徒は、おっと、昨年度の舞踏大会優勝者が戻ってきました。一体どんな大物を釣り上げてきたのか。あの二人置いてきちゃったけど、よかったのかな。思い出させるな。それより魚を。はあ、それじゃあこれでお願いします。どうでしょうか。色つや針は申し分ない。この魚からは子を見守る母のぬくもりを感じる。言葉の意味はわからないが、これは高評価なのか。待て待て待て。貴様ら置いてくなんてひどいじゃないか。すいません。意図的にそうしたわけではないのですが。時間切れまで気づかなかったら面白かったんだけどね。なんか言ったか。何にも。それよりほら、時間ないんでしょ。おお、そうだったな。さあ、俺の魚を見ろ。これもいい魚じゃ。特にこの背びれ。やはりわかるか。これも高評価だ。ここに来て壮絶な首位争い、果たして勝者は。だがこの魚、この学園では2番目じゃ。何？勝ったのはこっちの坊主じゃな。僕ですか。まあ当然か。なぜだ、なぜ俺の魚の負けなんだ。だって君の魚の方が小さかったし。わかりやすい答えが返ってきた。しまった。俺としたことが魚の大きさを見落としていたとは。ここで時間終了。最初の問題をトップで通過したのはベインアウレオルス。だがまだ1問目が終わったばかり。優勝の行方はまだわからない。さあ続けて第2問の発表だ。次の問題は何でもいいから巨大なものを作ってくること。また巨大なものかよ。ワンパターンね。つか全然クイズじゃねえ。はいはい、騒がない騒がない。こちらの先生は巨大なものが好きなんです。制限時間はさっきと同じく1時間ですよ。用意スタート。巨大なものか。曖昧な出題だな。もっと錬金術っぽいクイズ大会だと思ったのに。同感だな。今さら言っても仕方ないな。おい、さっきはまんまとやられたが、次はこうはいかんぞ。だから普通に勝負しなくてもいいじゃん。うせえ、俺のプライドの問題だ。はいはい、分かったわよ。あの人たちを無視するのもあんまりだし。そうだな、ひとまずアトリエに戻るか。巨大なものか。
何を作ればいいんだろう。ただ大きなものを作るだけならいくらでも手はあるが、でもあまり大きなもの作っても持っていけないし、しかし持ち運べる程度の大きさでは、まあ持ち運べなくては意味がない。なぞなぞみたいだね。なぞなぞ、そういうことか。何か思いついた？ああ、確かこの辺りで見たはずだな。これだ、巨人の指輪の作り方。これならどうだ？あ、なるほど、これなら確かに。あの問題の意図はこういうことだと思うんだが。うん、これなら僕たちでも作れそうだし。よし、では早速作ってみるか。アタノールを。お疲れさ。まだ先生を満足させるものは出ていません。果たしてこのまま終わってしまうのでしょうか。間に合ったようだな。おっと、ここで挑戦者が。時間的におそらく最後の挑戦者でしょう。お願いします。どうされました？これや、これだよ。わしが見たかったのは。先生、泣いているんですか？それで評価のほどは。これぞわしが求めていた一品。死んだばあさんにも見せてやりたかった。これはどうやら最高評価が出た模様です。よかった。まあ順当な結果だな。ここで時間終了。いよいよ残すは最後の問題のみ。挑戦者の数も減ってきましたが、泣いても笑っても次が最後の問題。お約束通り最後の問題は得点が倍となっています。ああ、君ちょっといいかね。なんですか、話の腰折らないでくださいよ。わしゃそのあれじゃよ。はっきり言ってください。時間も押してるんですから。その、ちょっと、お花を摘みに。そんな可愛い表現しなくていいですから。早く行ってきてください。すまんの。失礼。話がそれましたが、問題の内容を発表します。
風の回廊のどこかで取れるクロマスカットを持ってくること。ポイントを得られるのは最初に持ち帰った一組のみ。単純だな。何か罠があるんじゃない？でも迷ってるうちに先を越されたら。それでは最後の問題スタート。どうした？早く行くぞ。いや、あの二人来なかったなと思って。あの人たちのことは気にしない方がいい。時間も過ぎてるんじゃないの？あ、いつの間に。なんで俺は真面目にこんなことをしてるんだ。だから何度も言ってるじゃない。こうなったらとにかく大会の邪魔をしてやる。あんたってさ、熱くなると目的を忘れるタイプよね。なんだと。なんでもないわよ。こっちのが面白そうだし。他の連中はまだ来ていないようだな。どうした？おかしいな。みんな僕たちより先に行ったはずなのに誰もいないなんて。確かに。どうやら罠はなさそうだな。誰？何か仕掛けがあるんじゃないかと思ったけど、取り越し苦労だったみたいね。痛い目に遭いたくなきゃ、おとなしくそいつを渡しな。横取りというわけか。もし断ったら。決まってるだろ。力ずくだぜ。
じゃねえか。負けたぜ。あなたたちに負けたのなら悔いはないわ。さあそいつは持っていきな。もともと君たちのものではないだろう。まあこう言ってくれてるんだし。見つけたぜ。あのジジイをなんとかしちまえば。はい、ダメよ。お年寄りは大切にしないと。手荒なことはしないさ。しばらくどこかに閉じ込めとくだけだ。なんかさ、かっこ悪くない？うるさい！嫌ならそこで見てろ。ん？何用じゃ小僧。あんたに恨みはないが、しばらく眠っててもらうぜ。何？痛いけな老人相手に老石を働く気か？怪我させるつもりはねえ。おとなしくしてればな。そっちがその気ならば。何？うわ、大丈夫？老人力を甘く見たの、小僧。こんなジジイが強いなんてありえねえ。あんた今日はいいとこなしだね。言うな。残り時間はわずかですが、おっと、一組の挑戦者が戻ってまいりました。その手にあるのは間違いなくクロマスカット。他の人は来てないのかな。そのようだな。すぐに結果発表と行きたいところですが、先生がお戻りにならず。遅くなったの。すまんすまん。遅いですよ。何やってたんですか。何、ちょいと若い子と遊んでおっての。なんだか怪しげな日ですね。いやいや、そういう意味ではなくての。深く突っ込まない方が良さそうなので、結果発表に。学園横断ウルトラランキングクイズ、その栄えある優勝者は。ベインアウレオレス&ロクシスローゼンクライス。僕たちは優勝。前年度の武道大会に続き、今年も彼が栄誉を手にしました。おめでとうチャンピオン。優勝か。なんだ、嬉しくないのか。いや、なんか実感が湧かなくて。優勝に見合うだけの結果は出しただろう。私も君もな。そんなことないよ。僕は何も。謙遜も過ぎると嫌味になるぞ。そうかな。まったく。ほら、観客に答えるくらいしてやったらどうだ。うわ、押さないで。それでは優勝者には特別審査員より賞品が授与されます。おめでとう。わしはずっと後継者を探しておったのよ。君た
ちならば。老人の話は長くなりそうなので、この辺で締めさせていただきます。待て、せっかくいい話をしようと思っていたってのに、あのね。それではまた来年会いましょう。さようなら。こうして2年目の学園祭は幕を閉じた。まさか優勝できるとは思ってなかったけど、今思えばこの時が最後だったかもしれない。心の底から学園生活を楽しいと感じたのは。やらないこととやれないこと、この違いがわかるか。できるのにやらない、できないからやれない。たとえこの世界に絶望しても、自ら命を捨てることは許されないような、なんてお前に言ってもわかるわけないよな。さてもう一頑張りするか。卒業ですね。少しは静かになりそうです。素直ではないな。泣いて頼めばもう一年くらいいてやってもいいぞ。結構です。まだ塞ぎ込んでるのか。あれ、サルファ顔色悪い。少し調子が。何、すぐ治る。それならいいけど。サルファ君、具合悪いの？うん、でも大丈夫だって。辛かったらすぐ言いなさいよ。ご主人様と違って強情そうだからね、サルファは。見ろ、上々の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。最初に